戻ってきてくれたのね。この夏目ヤシキャンディ半分こしましょう。私が見抜かれる番ね。もちろんよ。おかげでとても素敵な誕生日になったわ。まるで穀物の蔵に入った小鳥が人々の優しさとぬくもりに包まれたように、遠くから来てくれた彼、アランナラ、そして私の大切なお友達、みんなにお礼を言ったわ。でも私気づいたの。やっぱりまだ何か隠しているわよね。大丈夫だから、そう構えないで。あなたが秘密にしたいのなら、その判断を信じるわ。だってあなたは私の花の騎士だもの。戻ってきてくれたのね。またもちろんよ。思い返せばどの料理にも新鮮な驚きがあって、蓋を開けるまで中身がわからないヤルダーキャンディーのようだったわ。でも何よりみんなの笑顔を見られるだけでお腹いっぱいな気分だった。幸せな気持ちにしてくれるのはパーティーそのものじゃなくて雰囲気なのよね。戻ってきてくれたのね。待って、いつかあなたの夢の中にも遊びに行かせてね。